1941年のカヨシ、コ北港付近鉄道路線図北港線は、台湾カヨ市西区のカヨ駅から、ウリン県北港鎮の北港駅を経由して、ウリン県コビ鎮のコビ駅を結んでいた、台湾東洋公式コビ東省及び、北港東省が経営していた京弁鉄道である。本路線は、台湾東洋鉄道で、 最も業績が良く、かよし北港間は最後まで営業を行っていた。定期営業線としての北港線は、その他の東京鉄道と同様に事実上数個の路線が加わって形成されていた。その中のかよし北港間は、かよし線、こび北港間は、北港線と称した。間型資料を呼び、時刻表では両者を合わせて、北港線としており、かつて加吉、かよし、 古備間の直通列車も存在した。戦時の北高地図。北高京況、北高駅が見える、右下に、原料線論湖線がある。この両路線は、日本統治時代の1911年に開通した。当時、大日本政党は五県北高間を開通させ、東洋政党は、北高か児島を開通させた。ただし、 二つの政党会社は別会社だったので、各々が北港に駅を設けて路線は接続していなかった。1927年に東洋政党が大日本政党に合併され、それ以降路線が整備されて、北港駅も一つになった。1942年、北港イコールワンチャイ内間の北港系鉄橋は、水害により損傷。 直後に通りかかった列車と共に崩落し住余命が死亡する大惨事となった。その後、仮北港臨時乗降場を開業しターミナル駅となった。1945年、戦後に日本の資産は台湾東京に接収された。1951年、北港景況復旧。台湾東京は元あった路線を継承して、開業し 小尾間の直通列車を運行した。当時北港へのマソ参拝が熱烈だったので、東京鉄道で珍しい対合列車を運行した。この列車は途中新港駅のみに停車した。1960年代の前世紀には、北港海吉間で毎日5、6000人の乗客があり、1日に22往復の列車を運行した。 ただし道路交通が発達した後は1972年に小備北港間の旅客輸送を停止し、1980年には北港、海吉間はわずか1日3往復であった。1982年には全線の旅客輸送が終了し、ここに東京鉄道の定期営業線は歴史の仲間入りをした。新港駅跡と吉市街実測メンズ。 聖刀鉄道の、牧師行駅と、北行行駅が見えるかよしたけかこいきたしゃおに、定量牛と山三軒中よう信板頭ワンチャイナイ北行、先導歩マイナス新外草子、佐藤龍眼元長子茂足から、奮起共新、どこだい大たむろこび。ありがとうございます。